何を捕まえようとしてるんだい？何もいないぞ。お、ちょっと増えてきたか？ごめんね。皆さん、おはようございます。ただいまのアイラ島の時刻は2020年6月27日土曜日の午前11時3分です。本日はなんと、アイラ島で初めての虫取り大会が開催されております。初めてやったね。そっか、釣り大会だけやったもんね。あれ？なんか花変わった？バラやったっけ？開催時間は夕方6時まで、受付は広場前にテントとなっておりますので、どなたもご参加くださいね。それでは本日も良い一日をお過ごしください。釣りじゃないわ。虫取り大会もなんか変わっとんかな、飛び森から。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。スマホが鳴っている。あれかな、ジャスティンみたいに買い取ってくれるんかな？釣り大会じゃない。釣り好きだな。虫取り大会の日でも買い取ってくれるんかな、レックス。待って、ど真ん中に生えてきた。さあ、そうして。あれなんよ、パニーさんのところでさ、私、リサと海蔵くんに、めっちゃ愛の結晶やったっけ何やったっけ、なんかそんな感じのやつ。あれでね、いろいろと家具を交換してもらったんやけど、まあでもこの辺のは、後で勝手に受け取っとこ。親愛なるアイナさんへ、今日の調子はいかが？ふと思い立ったからあなたへメッセージカードを送ることにしたの。送ることのしたの。誤字があるぞ。たまにはこういうサプライズ的にやりとりも悪くないでしょ？これからもよろしくね、ツンドラ。よし、それじゃあちょっと先に、今日までの株を売り払ってきます。もう今日売るしかないもんね、これは。もう明日は無理やけん。どうもー。いらっしゃいませ。たぬき商店ようこそ。ってことで。あー。どうやろう。これで下がっとったらどうしよう。うわ、下がってる。マジか。めっちゃ損したやん。やば。あー、最悪。やっぱあれやん。ね、上がっとった時に売るべきやったね。140ベルまで、ぐらいまでいっとったんやっけ。え、つらい。はい、売ります。もう売るしかないやん。腐るし。はー。ありがとうございました。テンション下がるわ、最初から。よし、それじゃあ。おお、みんな張り切ってるね。やあ、虫取り大会開催中だぞ。夏ならではのエネルギーに満ちた虫との触れ合い。楽しみすぎる。虫取り大会のルールは簡単だ。制限時間3分以内にとにかくたくさん虫を捕まえるだけ。あ、釣り大会と同じパターンなんよね。捕まえた虫の数に応じてポイントがもらえるぞ。溜まったポイントは俺が選んだとっておきの虫グッズと交換できるから、ぜひ頑張ってくれ。あ、グッズがもらえる。え、あれかな、どうやろう。私ね、釣り大会のグッズは全体的にめちゃくちゃ可愛くって、ね、どれもお気に入りなんやけど、虫グッズどうかな？可愛いかなちなみに捕まえた虫はそこのテントの下の虫かごに入るようになってるからな。え、自動的自動的ですか？あ、マジか。要は網一本さえあれば持ち物の空きとか気にすることなくいつでも参加できるってわけさ。え、釣り大会もそうしてや。なぜ虫取りだけってことで、虫取り大会に参加するかい？今日初めての人は参加費無料だぞ。参加します。お、そうかい。歓迎するぞ。それじゃあ、今から3分計るからな。どんな虫でもいいから、とにかくたくさん捕まえるんだ。3匹以上でボーナスポイントもつくから、まあ頑張ってくれ。じゃあ行くぞ。待って。待ってや。虫取り大会スタートー。はい。イエーイ。かわいいね。アンチョビのその帽子。あとは、なんかさ、普段多いのに、虫取り大会の日に限って虫少なくね？え、待って。あのアゲハ一匹しかおらんやん。いや、待って。確実にさ、普段の方がいっぱいおると思うよね、虫。だって普段さ、なんか、珍しい系の虫とかいっぱい飛び寄るのに、なぜにこんなにもいない。こんなにおらん日むしろ少ないと思うんやけど。てか今日はなんか、カラッといい感じに晴れとるね。最近雨ばっかりやったけんあれやけど。お、あれはカマキリじゃねえか。へい。まああれはね、種類じゃなくって、この、数で競うっていうのが、いいよね。しかし、いねえな。マジでいない。アメンボも入るよね。よし。多分、網で捕まえられるイコール虫ってなったはずやけん。ヤドカリとかもね、虫に含まれとったはず。どうも。どうも。普段さ、こんなにも鼻の上に虫がおらんことないんやけど。え、全然おらんやん。みんな取りすぎじゃない虫。え、みんななんかめちゃくちゃ取りまくってない？あ、でも自動的にあっちの虫かごに収容されていくということはだよ。ことはだよ。売れんってことよね。びっくりした。消えたかと思った、今。自販機に吸い込まれてって消えたかと思った。よし、よし、よし。何を捕まえようとしてるんだい？何もいないぞ。お、ちょっと増えてきたか？ごめんね。ごめんね。でもこの自動的に入っていってくれるっていうのが、功を奏して、釣り大会に比べたらだいぶいい感じ。でもね、同じあつ森なんやけん、釣り大会の仕様もそうしてほしいよね。今後なるんかな。でそこで仕様が違う意味がわからんやん。ちょ、待って、さっきこの辺に、ほら、止まっとるのを見つけてたんだ。もういねえか。虫取り大会フィニッシュ。10匹捕まえたよ、10匹。なんかさ、3分間終わった途端に虫増えた？気のせい？気のせいですか？いや、どうだった？虫たちの息吹は感じられたかな？チャレンジ中に君が捕まえた虫は、そこのテントの下の虫かごに入ってるから、確認しておいてくれ。あ、いらなかったらもちろん全部。あ、買い取ってくれるんや。やったー。俺が買い取らせてもらうから、その時はぜひ声をかけてくれ。でもまずは、結果を発表しとかなきゃな。虫かごに入った虫の数は全部で10匹。3匹以上だからボーナス発生だ。すごいじゃないか。全部で12ポイント獲得だ。獲得したポイントは手持ちのポイントとして自動的に溜まっていくぞ。ポイントが溜まれば、俺が選んだ虫グッズと交換できるんだが、まあ詳しいことは後で聞いてくれ。後でまとめて買い取ってくれるんかな。あ、ちょっと待って。もう一回言わんかったら多分始まらんよね。ん？虫かごは確認してくれたか？いらなかったらもちろん全部俺が買い取るから、いつでも声かけてくれ。全部買い取って。え、いいのか？ごくり。君の虫かごの虫の数は確か10匹。種類は？うん。4860ベルで買い取らせてもらうけど、いいかな。オッケー。ありがとう。持ちきれないお金は袋にまとめて荷物に入れておくぞ。虫かごは空にしておくから、また大会にチャレンジしてくれ。あ、見て、アジサイ。つぼみになっとる。やったね、成長早。俺にどんな用かな。もう一回。お、そうかい。歓迎するぞ。2回目以降の参考は1回につき500ベルもらうけど、それでもいいかな。全然。全然、むしろ500ベルでいいんすかぐらい。逆にお金もらえよるもんね。はい、オッケー。よーし。よーい。スタートー。ね、さっき飛び寄った蝶々たちがいなくなったんですけど。あ、いた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 。早く。早く。そのさ、取れるか取れんか微妙みたいな感じの位置におるのをやめていただきたい。はい。ありがとう。拍手してくれた。嬉しい。とりあえず、3匹以上ね。ボーナスポイント獲得に向けて。はい、オッケー。あとは、なんでこんなに虫がいないかな。普段もっと鼻の上にいるはずなんだけど。あ、金分を見つけた、金分を。ちょ。ん？どこだ？あ、これか。ヘイ。オッケー。いい調子、いい調子。で、あっちに、モン吉長。お、はい、来たー。いいぞ、いいぞ。お、これは断然ペースがよろしいのではないでしょうか。どやどや、もう5匹来たー。で、向こうにね、モン吉長が飛び寄ったはずなのよ。ほらほら。は。お、そこにも飛んでる。ちょっと待って、下手くそすぎんか？あ、ちょっと待って。え？はい。無駄な時間を過ごしてしまった。よっ。ちょ、待って。はい、オッケー。お、めちゃくちゃいい感じだぞ、これは。ほらほら、もう8匹。イエーイ。何匹までいけるかな？お、うおー。こっちに戻ってきたりはしないっすか？そうっすか。なんか株がなくなったけんか、めちゃくちゃ空いてるな。ちょ、待って。私の網。あ、そっちに行かないで、せっかく渡ってきたんだ。うえい。え、つらいつらいつらい。ちょ、待ってって。はっ。ほっ。く。他のを追いかけた方が早いんじゃないかぐらい。これさ、大会中は、網は、あー飛んでった大会中は網は壊れないんですか？それとも、普通に壊れるんかな？それ途中で壊れた場合めちゃくちゃ最悪じゃない？時間が。今この辺、モンシロ、お、モンキ。待って、思ったよりも時間が過ぎている。え、結局、あー待ってー、そこに、あ最後の一匹はカウントされなかった。あ、ちょうど壊れた。やっぱあれかな、大会中は壊れんってことかな。なんかそんなような感じがする。はい、ってことでこれで。やっぱり大会が終わると、急に増える気がするんだよな。ちょ、待って、目指せ20匹行きたいな。無理かな。はい。10匹です。これで12ポイントね。オッケーオッケー。はい。そして、買い取ってくださいます。確認は全然しないんで、私。全部買い取って。ええ、全然いいです。10匹。3700ベル。はい。全部売ります。よしよし、ちょっと網作ってくるわ。構えた状態で話しかけた方がいいんじゃないの？よし。やっほー。なんかみんな今日いつもと違うね、格好。おめえも虫取り大会に参加したいのか？虫っつうのはすぐに逃げちまうからな。落ち着いていこうぜ、キッ。ね。頑張ろうみんな。ちょいとみんなの話も聞きたい。ね、みんなどこ？全然おらんやん。やっぱ虫増えたな。この子たちは、大会始まってもいてくれます？みんな頑張ってる？あ、ごめん、叩いた。お前、虫を取る時のイメージトレーニングができてるか？あんまり気合を入れすぎると虫に逃げられるから気をつけるんだぞ、タココロ。そう、私切り株のところの虫を逃がしてしまったからな。虫取り大会ってワクワクしますね。私はあまり得意じゃないですけど、頑張ってたくさん捕まえますね、やお。私も頑張って捕まえる。ここで、住民挨拶キャンペーン。たぬきマイル 200×2 ゲット。そして、求む不要品買取強化。あ、これは虫を売ったやつかな多分、それがカウントされているのではないだろうか。はい、それじゃあ、レックス。はい、虫取り大会に参加します。ってことで、目指せ20匹で行こう、私。頑張れ、頑張れ、私。はい。頑張ります。ゴー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 。うっ。はちょっと待って。は蝶々はね、追いかけても消えないから、すごいいいなと思うんだけど。ごめんね。横取りしてくよ。ありがとう。横取りしたのに、普通に、拍手して祝ってくれるのね。心優しいわ。この辺に、この辺にいたはずのテントウムシがいなくなってるんですけども。消えたんすけども。ヤッホーアンチョビー。いねえぞ。待って、待って。ちょっととりあえず目指せ10匹にしておこう。目標を下げるやつ。お、あれは。はい、来たー、3匹。これでボーナスね、オッケー。さあ。いない。いないよー。やっぱり始まると消えるよ、虫たち。何かを察知して逃げていきよるわけやねん。ね、何かしら、始まったぞってなるんやね。虫たちの、危険を察知する能力が。みんなこっち側におるんやね。ただ虫が全くいねえんだ。あ、みんながこっち側におるけん虫がこっちには全然おらんのかな。しかし、ちょ早くこっちへ来てくれ。来なさそうな気がする。待って、さっきのトンボどこ行った？ちょっと蝶々が出てきたか。ほい。待って、時間の経過早くない？待って、めちゃくちゃ早くないっすか？時間の経過。やばい。まだ4匹しか捕まえてないよ。全然取れてないんすけど。やばくない？はい、5。さあ、来い。このさ、無駄にさ、見せびらかしよる時間とか、時間止めておいてくれないかな。絶対それダメだと思うんだ。はい、6。来た。これさ、なんか3匹過ぎてからずっと緑なんやけどさ、カウントのとこ。3匹以上は1匹1匹全部、ボーナスポイントってこと？なんかどこかでバッタが羽ばたく音が聞こえた気がしたのに。ありがとう。いや、めちゃくちゃ少なかった、今回。めちゃくちゃ少なかったよ。はい。6匹。まあ、ボーナスありがとう。8ポイント。じゃあ、そろそろ、グッズを交換しようかな、私は。とりあえず、虫かごの中の6匹は全部あげるよ。買い取ってくださいまし。食べよんかな？食べよるわけじゃないんかな？どう？ 1740 ベル。よきよき。よし。ってことでちょっとグッズが欲しい。どうした？俺にどんな用かな？他のこと？大会に参加してくれた人の虫は高額での買い取りもさせてもらってるんだが、ポイント交換して。君の今のポイント数は32ポイントか。10ポイント使って商品と交換だな。壁紙？バタフライの壁紙だ。まだ22ポイント残ってるけど、商品と交換する？しまーす。10ポイント使って商品と交換だな。このポイントっていうのは、次回の大会に繰り越せるの？ありがとう。アリ塚だ。まだ12ポイント残ってるけど、商品と交換する？アリ塚？まあ、でも外に置く分にはいい感じかな。交換します。傘？テントウムシの傘。あ、絶対かわいい。虫の祭典にふさわしい愛に溢れた虫グッズを用意したよ。ぜひ活用してくれ。虫取り大会は午後6時まで参加できるから、またポイントを貯めてくれよな。傘、どんな感じ？こんな感じ。え、可愛くない？てか、この格好にも結構合っとる気がする。よきー。可愛いよー。雨の時は傘さしてないけど、こういう時はさすやつ。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、ってことで、次回繰り越せるんかどうかわからんけど、とりあえず、後からまた大会とかポンポン参加して、ポイントなり、道具なり交換しておこうかな。